某お菓子メーカーの代表的なチョコレート菓子にも掲載されているコアラは、とても知名度の高い動物と言えるよね。誰もが一度は口にしたことのある、コアラの絵柄が描かれたお菓子は、当然ながら子供に大人気。大人になってからも口にしたくなるチョコレート菓子だよな。子供がコアラの存在を知る最初のきっかけが某チョコレート菓子と言っても過言じゃないぜ。サクサクとした軽快なビスケットの後に、まろやかなチョコレートの舌触りがたまらないんだよね。まあひとまずお菓子のことは置いておいて、そんな誰もが知っているコアラについて、みんなはどれくらい知っているかな？日本でコアラに会える動物園は数箇所しかないからな。実物を見たことがある人は、それほど多いとは言えないだろうし、実は知らない部分も結構あると思うぜ。そうだよね。だからこそ、今回はそんなコアラについて徹底解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめにコアラの分類について紹介していくんだけど、コアラは哺乳毛草全種目コアラかコアラ属に分類される有袋類となっているんだ。有袋類について簡単に説明すると、育児嚢と呼ばれる袋を腹部なんかに備えていて、その中には乳頭、つまりお乳を出す部分があるぜ。有袋類はあえて未熟なまま子供を産み、育児嚢で成長するまで育て続けるってわけだ。そうだね。ただその解釈は完全に正しいわけじゃなくて、有袋類の中にも袋アリクイのように育児嚢が備わっていない種類も存在しているんだ。逆に有袋類以外で育児嚢を備えている動物もいるから、一概には言えないんだよね。そんな有袋類であるコアラの大きさについてなんだけど、体長は65センチメートルから82センチメートルで体重は4キログラムから15キログラムほどとなっているよ。コアラの大きさは住んでいる地域によって異なっていて、南に生息しているコアラほど大きくなる傾向にあるみたいだぜ。これは気温の差から生まれる大きさの違いだな。みんなコアラの見た目に関してはバッチリ理解しているよね。ぬいぐるみのような抱きしめたくなるふさふさとした皮毛は、基本的に薄い灰色や茶色で、小さい耳に対して大きな鼻が特徴的だよ。純度 100% の可愛さというよりは、ブサイクと可愛いがせめぎ合い、強制することに成功したブサ可愛いのゴンゲだよな。ちょっと欠点がある方がモテるんだよ。人間の美形しかり、完璧すぎると近寄りがたいからね。程よくブサイクな方が愛情が湧くもんな。美人は3日で飽きるし、多少ブサイクでも気立てのいい子の方がいいぜ。そんなコアラの寿命はおよそ13年から18年ほどと言われていて、哺乳類の特徴通り、オスよりもメスの方が長寿の傾向にあるよ。世界で最も長く生きたコアラは、日本の淡路ファームパークイングランドの丘で飼育されているコアラで、25年も生きたみたいだな。これは人間的に言うと120歳だぜ。残念ながらこのコアラは2022年の11月23日に展示を全うしているんだけど、ギネス記録に認定されたほどなんだ。ちなみにこのコアラもメスだったみたいだよ。さて、次にコアラの生息地なんだけど、コアラといえばオーストラリアのイメージだよね。オーストラリアの固有種ってイメージが強いもんな。実際その通りで、野生のコアラはオーストラリアのクイーンズランド州南東部、ニューサウスウェールズ州東部、ビクトリア州、南オーストラリア州南東部などに生息しているんだ。コアラは沿岸の島々や、主食であるユーカリの生い茂る森林、低木の原生林など様々な場所に生息しているよ。また、コアラは半夜行性の生き物で、夕暮れ時から夜明けまでにかけて行動するとされているんだ。これはコアラが貴重な水分を太陽の出ている日中に活動して失わないための習性だな。そういうこと。そしてコアラの驚きの事実なんだけど、一日の平均睡眠時間は18時間から20時間にも及んでいるんだって。おいおい、さすがに寝すぎだろ。ロングスリーパーも驚きの睡眠時間だぜ。ただコアラのこの嘘みたいに長い睡眠時間にもちゃんとした理由があるんだ。さっき少しだけ触れたんだけど、コアラの主食はユーカリという植物だって話したよね。実はこのユーカリと、コアラの睡眠時間には深い関連があるの。コアラは1日 1kg 近い量のユーカリを食べているんだけど、この植物はとっても水を吸収する力が強くて多くの水分が含まれているんだよね。だからこそコアラには水を求めて動く必要があまりないみたいなんだ。
わざわざ地上に降りる危険を冒してまで、水を求める必要はないってわけだな。しかもこのユーカリは古くから傷を治すための薬草として、人間も扱っていた経歴があって、近年においても葉から抽出できる精油は、殺菌作用や抗炎症作用、鎮痛鎮静作用まで期待できるんだよね。めちゃくちゃ万能薬だよな。オーストラリアでは人気のインテリアで、ドライフラワーとしても需要があるらしいぜ。そんな万能薬であり、水分補給にも適したユーカリを好んで食しているあたり、コアラって賢いんじゃないかって思うよな。そうだよね。でも残念ながらコアラはアホなんだ。そんなにドストレートに言うほどアホなのか？うん、アホだね。まずそもそもユーカリとかいう草なんだけど。おいおい、コアラの貴重な主食を草とか言い出したぞ。手のひらの返し方がえげつないぜ。そのユーカリは様々なメリットがある反面、青酸配糖体という毒性を持っているんだよね。だからそのまま口にしちゃうと食あたりを引き起こす可能性があるんだけど、これはコアラにも言えることなんだ。じゃあコアラはわざわざ毒のある草を1日に 1kg も食ってるってことか？アホだな。実際、コアラは哺乳類の中で体重に対する脳の重さの比率が最も小さい動物なんだよね。以前までの動画で何度か出てきたと思うけど、これは脳下指数ってやつだよ。しかもコアラは脳が小さい上にシワまで少ないから、当たり前のように頭が悪いんだ。その証拠に、コアラはユーカリの葉っぱだけを渡されても、それがユーカリと認識できないことは愚か、食べ物としても認識できないらしいんだ。息をするようにアホだな。草食動物にあるまじき事実だぜ。植物を渡されて食べ物と認識できないなんてアホの極致だろ。そんなユーカリとコアラの睡眠時間の関係だけど、結論から言うとユーカリの毒性を解毒するためにそれだけ長い時間意識を失っているんだ。解毒のために多くのエネルギーを使うから、食事以外は基本的に寝る。そして2メートルもある長い盲腸でユーカリの毒素を分解して消化し、吸収するってわけ。言われてみればだいぶ怪しい表情で寝ていることがあるもんな。あれって毒に侵されながら必死に抵抗している顔ってわけか。抵抗しているというか身を任せているというか。むしろいろんな意味で気持ち良くなっているんじゃないか。あいつらアホの究極形態みたいなもんだから、ユーカリとかいう草食って灰になってる可能性はあるぜ。マジでダチョウが可愛く見えてくるほどのアホだな。それはさすがに言い過ぎなんじゃないかな。コアラはユーカリという偉大な植物を食べることによって、餌の取り合いという戦いを避けることができたんだし、だからこそ現代まで生存することができたというか、つまりコアラは平和的生存の道を選んだ森の賢人と言っても過言じゃない存在だと思うな。必殺の手のひら返しだな。いやいや、あんなしょっぽい草なんか食ってるからあいつらバカになったんだろ。そもそもあんなの食うやつ他にいねえからな。森の賢人というか森の愚者だろ。おっと、誰か来たみたいだな。行ってらっしゃい、気をつけてね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。